本日はバレンタインですね。というわけで、こちら2種類のティムタムを食べたいと思います。確か去年もバレンタインでティムタム食べた気がするんですよね。で、去年は確かカルディで買ったもので、これはドンキホーテで売ってました。まあドンキホーテで他にもいろんなチョコレートなんですけど、ちょっとお値段高いかなと思ったので、比較的安価で買えるティムタムにしました。どちらもキャラメル味ですね。こっちはマレーリバーソルピットカラメル、こちらがチュウイカラメル。ではまずチュウイカラメルの方から開けていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、並べてみるとこのようになりました。どちらもカラメルであるがゆえなのか、見た目はそんなに変わらないような気がしますね。一つずつ出してみますけど、はい、色合いはどちらも同じような印象を受けます。うん、薄い茶色というか、うん、いい感じですね。では、まあ、どっちかどっちかもう分かんなくなっちゃいましたけど、いただきます。甘いのか苦いのかで言えば、君は明らかに甘い方だね。しかもサクサクとした音とその甘さがよく合ってるよ。ただもうちょっと変化があってもよかったかもしれないなって思う部分もある。だからどうなんだろうね。これは味はどちらも似たり寄ったりですね。キャラメルは甘めで、サクッとしたビスケットの後にその甘いキャラメルが口の中に広がってきます。ただチューイキャラメルはもう甘さを突き詰めてるのに対して、こちらのマレーリバーソルティッドカラメルはソルト、つまり塩が入っていることもあるのか、若干しょっぱさもありますね。それでもなんか強烈にしょっぱい変わるといったわけではなく、ほんのり後から来るようなそんな味です。なのでカラメルが好きなあなたであれば、どちらもおすすめできますね。反対に言うとあまり大きな違いはないので、もうしょっぱさが入ってる方がいいのかそうでないのか、それで決められたらいいと思います。バレンタインですので、このティムタムを渡して愛を伝えるには、ちょっとカラメルの甘さが物足りなかったかな、もうちょっと変化が欲しかったかなと思う部分がありますので、今回のティムタムはどちらもこちら4点とさせていただきます。はい、それでは、雷でダンスするなり怖いのに、いや一体何をやってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。ねえ、紅茶の香りをたっぷり楽しむことができましたね。牛乳を加えるとまた違った甘さとかが出てきて美味しい。